はい、皆さんこんにちは、ファランです。今日本から映像をお送りしています。日本の中にある朝鮮、古代朝鮮という観点から今さまざまな史跡を見ていますけども、今回はこちらの古馬古騎士若光という人物に焦点を当ててお話を進めていきたいと思います。実はですね、今回史跡訪問ということで、こちらの古馬神社に行ってきました。で、今日はこの寂光について、寂光の功績についてですね、お話を進めていきたいと思うんですけども、まずこの古馬ですけどもね、私は韓国にいる時は、これはこの漢字を見慣れていましたけども、これを高麗というふうに読んでいました。それと同時にこの高麗が高句麗と関連づけてですね、高句麗というふうに読んではいましたけども、こちらこの日本に来て、この漢字が駒であるというようなところで、少し違和感はあったんですけども、よくよく考えてみるとですね、この駒というのこの文字がよく使われているなということをまた想起したんですね。で、以前のその動画においても、この狛江というですね、地域、狛江の狛江郡ですね、もう古墳群ということで、お送りしましたけども、それだけではなくて、例えば駒沢だったりとかですね、そういった形で、日本においてはこの高句麗や高麗というものが、駒という形で、この犬もそうですけども、そういったところで、音がですね、変わっていったんだなということを、しみじみとですね、感じることができました。で、そこでですね、今日はこの高麗、すみません、駒ですね、駒神社に行ってきたことにおいて、この寂光というですね、人物に焦点を当ててお話を進めていきたいと思うんですね。で、あまりこの聞き慣れない人物かと思いますし、実際この駒神社だったりとかですね、寂光という名前をなかなか触れることができないとは思うんですけども、この関東一帯ですね、昔は武蔵野とかですね、いったそのいった地域をやはり考える上においては、こういったですね、駒だったりとか高句麗のその渡来人について知るということがとても重要なんだなということをまた感じることができました。で、そこでですね、まずですね、この寂光を知る前に、この駒神社について少しお話を進めていくとですね、この駒郡というのがあったわけですね。以前は駒郡であったわけです。で、それが今埼玉県のこの日高市になってるわけなんですね。ですからここの地域に行くと、もちろんその日高市とは書いてあるんですけども、面白いのはこの川の名前であったりとかですね、至る所にこの駒、例えば駒川だったりとかですね、この駅の名前もですね、実際駒川駅なんですね。駒駅ではなくて駒川駅になってるということで、地域においてはまだまだ根強くこの駒という名前が残っているというようなところなんですね。で、こういったこの内容をまずですね、抑えながら、この寂光についての記録なんですね。これが日本書紀においては、666年ですね、玄武寂光という人物がいたというところで、記録が残っているわけです。で、この玄武寂光が、要するに使者として使わされたというところでですね、これは高句麗の国王が、飛ぶ鳥に乗って、そして、やってきたというような記録なんですね。それから「蜀日本紀」というところにおいて、703年ですね、703年には攘夷下のこの姓をですね、この寂光に与えたと。その、この姓がこの要するに古騎士というような、姓ということなんですね。これは姓というこの名前というよりはですね、この朝廷から与えられた一つの姓というふうに考えて、御身とか村治とかですね、阿孫に値するものなんですね。
ですから、まあ、そういう意味ではその朝廷が認定したですね、公式的に認定した、まあ、そういったまあ一つのまあ貴族であったというふうにも考えられるわけなんですね。そこでですね、この、まあ、人物と同時に、霊亀2年ですね、まあ、これも蜀日本紀なんですけども716年に、この東海道の7カ国ですね、駿河、甲斐、相模、上司、下津房ですね、それから日立ですね、下野といったような地域の人々のその捕らえしたですね、人々を1799名ですね、この移住して、そしてこの地域にまあ開拓させたというような記録があるわけなんですね。でこの地域を高句麗郡というふうにして設置して、そしてこの地域に住まわせたというような記録があるわけです。ではですね、こういった記録があるということで、ではその寂光というのはどういう人物なのかということなんですね。でこの寂光というのは高麗、高句麗ですね、その当時の高句麗からやってきたということで、なんとですね、この60代目の宮司さんが今もですねいらっしゃって、この駒神社をですね、宮司として、管理されているというぐらいですね、この年々とですね、続いてきた、そういった駒家というですね、駒家という家系があるということなんですね。それと同時に藤原宮跡ですね、藤原宮跡の木簡からですね、この寂光の名前が出てきているということから考えてみると、実在した人物であるということ、可能性がですね、かなり深まってくるわけなんです。でこういったこの寂光が、この武蔵野の地域に、任命されてですね、そしてかつですね、1799名、1800名ぐらいのですね、そういった移住民とともに、この地域を開拓したんではないかというようなことが推測されるわけなんです。それはなぜかというと、この当時の背景を見るとですね、よくよくわかるんですね。660年にこの、三国時代、要するに古代のですね、朝鮮においては百済、それから新羅、そして高句麗が争う、その覇権を争っていたわけですね。そして、高句麗は百済とですね、同盟を結びながら、新羅ですね、新羅はこの唐ですね、中国の唐と同盟を結ぶことによって、結局はですね、660年に百済が滅ぶわけです。この滅ぶことによって、また百済のそういった亡命者というのが増えていったわけなんですけども、なんとですね、高句麗もですね、高句麗も668年に滅んでるんですね。ですからそういったこの滅ぶことによって、高句麗の亡命者が日本に来るということがまず明らかなんですけども、日本にとのではそのですね、この寂光が到着したのが666年ということで、高句麗が滅ぶ2年前ということなんですね。ですから、ほとんどですね、高句麗がその危ういそういった状況の中において、寂光が派遣されたと、派遣というんですかね、その王この、高句麗の貴族の、ある一説によるとその王様の、王子であったというも言われているわけなんですね。そういった中で、じゃあどこに上陸したのかというですね、そこが興味深いんですけども、なんとですね、この大磯ですね、大磯という町がありますけども、そこに最初に上陸したんだと。その大磯から前を見るとですね、この駒山ですね、山が駒という名前がついた山があるんですね。ですからそこもやはり駒と関係がある、高麗と関係があると、高句麗と関係があるというふうに考えることができますし、それからこちらに少しですね、漢字として高久神社、こういった神社ですね、あるんですけども、これはですね、実際にこれを来るという感じになってるんですけども、これは書き換えられたんではないかというふうに推測されてるんですが、これも実際にはですね、高麗というような元があったんだけども、これが漢字が書き換えられたというふうなことが言われています。ですからこれも高句麗と関係のある神社ではないかということなんですね。大磯にある神社ということなんですね。そこから北上して、どんどん北上して、行くとですね、そこにその前回映像でお話しした、この駒絵ですね、
狛江の古墳群にぶち当たるということで、もともと高句麗の、そういった人たちがいた地域に行ったのかですね、合流したのかわからないですけども、とにかく関係していると。そしてその、ね、北側に行くとですね、この先ほどの狛神社、狛群にですね、当たっていくわけなんですね。この大磯という町にはですね、御船祭りというですね、こちらちょっと漢字なんですけども、御船祭りという祭りがあるんですね。要するに船をこう、みこしに、なってですね、そして、人々がそれを祭っていくというのはですね、祭りがあるんですけども、これはもともとどういったこのお話になっているかというと、あるですね、漁夫がその海に出てですね、魚を取ろうとした時にその光がですね、照っていたと、光がね、この現れたということなんですね。その中から大きなね、タコが現れたんですね。そのタコが千手観音に変わったということで、祭りっていうんですかね、高麗寺のにそういったものを奉納していくというような伝統が起こっていったということなんです。この祭り自体がこの船ですね、船で外来から来たものをこの祭っていくというようなところにおいて、非常にですね、この外来、渡来ですね、渡来に来た人に対するなんて神格化っていうんですかね、そういったものをこの祭りとして、私たちが垣間見ることができるんではないかということであります。で、そういった中において、やはりこの一連の流れを見るとですね、武蔵野の一帯だったり、相模だったりとかですね、そういった一帯を治めた人がやはりこの寂光であると。ですからこの寂光が大きな功績を残したがゆえに、この寂光を祀るですね、狛神社ですねというものが、後世においてですね、祀られていったと同時に、この正殿院というのがあります。これも映像で見ると思うんですけども、この正殿院というものを、この寂光のですね、三男が、星雲という人物がこれを建立して、そして、狛氏の菩提寺としたというんですね。そのぐらいこの寂光が大きな功績を立てたんではないかということが予想されるんですけども、じゃあどういった功績になったのかというと、やはりですね、やっぱり食べ物ということから、食べ物がないとですね、やはり生活ができませんから、その畑作農業を展開していったんじゃないかということが今言われています。こういったですね、畑作農業から始まってですね、それから養蚕ですね、養蚕を展開しながら、この養蚕産業というものを、紡績ですね、紡績産業というものを、展開していったんじゃないかということです。それはそれなんですけども、最もですね、強調されなければならないのはこの鉄の、鉄の生産ですね。それによって、この馬ですね、馬にそのかけるその一つの物資としての武器がその当時に急速に発展していったということなんですね。例えばその馬に乗るためにはですね、馬具が必要であったりとか、それから革ですね、革というものが生産されなければならないというようなところで、その東国の地域からこの侍の一つのこの大きな集団が現れていったんではないかということを考えると、武士団ですよね。そういった武士団やそういった日本の文化の基礎を作っていく中において、この寂光が果たしてきた大きな役割というものがあったんではないかということなんですね。でもう一つはですね、この秩父というところ、この西にありますけども、この駒軍のですね、秩父がありますけども、この秩父はですね、銅の採掘として有名だったわけですね。この銅の採掘によって和銅開珎です。要するに銅によるその、貨幣というものがそこで、展開していったわけですよね。その和銅開珎、要するに貨幣の、出発ということにおいて、この果たしたですね、大きな役割があったんではないかというふうに今言われているわけです。私がですね、この正殿院にこの訪問した時には、この寂光のですね、
このお墓ですね、多宝塔がありましたけれども、まあ、これは5段のですね、石がこう積まれているわけなんですけれども、この、まあ、お墓のこのスタイルですね、形もやはり、まあ、高句麗のですね、そういう、まあ、お墓の一つの形とですね、非常にまあ類似しているというようなことを言われています。でもう一つは、私は実際にこの駒郡、まあ、今の平賀市ですね、足を踏み入れていきましたけども、やはりそういうのよく言われるのは城ですよね。一つは山城というですね、まあ、高句麗風の山城、そしてもう一つは、まあ、この平原にですね、まあ、作っていく平城という城が2つこう展開できるような、そういった地域ですから、この寂光はこの駒郡に何を作ってかというと、一つのこの要塞であったりとか、もう一つは聖地ですね、一つの聖地を作って、そして、まあ、民を潤していくというようなところです。はい、そして、なんとですね、そこから始まって、その高句麗からの伝統を引き継ぎながらですね、まあ、私が言った限り思ったのは、この外来の文化とですね、そして日本のいい面、日本のその土着のものをこの集合させながら、そして、この武蔵野、今の関東ですね、を、まあ、潤していって、そして民を潤して生活を安定させて、そして発展させていったではないかというふうに考えることができました。まあ、こういったこの駒というですね、字がですね、まあ、地域には残っているんですけど、じゃあ名前に残っているのかというと、名前はですね、駒という字をつけないようにというふうなことで、まあ、言われたみたいなんですね。ですから、ここから展開していった多くの名字があるんですけども、まあ、それが例えばですね、まあ、分家として、まあ、井上だったりとかですね、まあ、小泉とかですね、まあ、新井とか神田、まあ、こういった名前として、今に引き継がれていると。いうような話であります。今日はですね、この駒神社に今この訪問しながらですね、駒神社に祀られているこの寂光について焦点を当ててみました。まあ、なかなかですね、日本では知られていない名前ではあるんですけども、日本のこの関東東国を一つの地域として、まあ、潤した、そして技術を伝承させながらですね、まあ、民をですね、この潤していく、そういった一つの主人公として私たちが、まあ、注目すべき人物ではないかというふうに思ったりもします。まあ、今後もですね、この高句麗との関係、そして、まあ、渡来人において、まあ、関東を中心としてもう一度この見つめ直す、まあ、そういった動画にもしていきたいと思っております。今日は長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。